そんなことよりさ、今日はみんな土曜日か。よし、じゃあ今から私がアップになるので、アップに移るので、ちょっとあれ、おみずき今日いつもと違うぞっていうところを探してください。よーい、スタート。どこ、何、うん、近すぎてちょっと恥ずかしくなってきたけど離れよ。前髪切った、違う、前髪、あ、でも2日ぐらい前に、2日前に髪型違うな。でもこれ超難しい、難問すぎるこれは。あ、でもモザイクかかってますか。まさかモザイクかかってるなら多分絶対に分からんよ。いて、やめます。チークじゃない、口紅でもない、いやもうちゃヘルペスね。ヘルペまつげ上げてない。あ、上がってるよ。あ、上がってないですね、確かに。マツパ行きたい。ちょっと分からん、目いじった。いじったことないわ。でもヒントは目、超難問。わかります？いや、正解は 目の近くの何か。わからんだろうな、これは。涙袋、違う、口内炎、まつげ、違う、違うよ。じゃあ答え言います。あら、カラコンじゃない。カラコンはいつもと一緒のやつつけてる、最近これが大好きな。目頭、あ、目頭ね、治りました。まあ、治りました。今日のね、今日朝起きて本当にびっくりしたんだけど、まあ、化粧で隠れてるかもしれない。見てください、この目、ここわかりますか、このね、目の下にほくろみたいな赤いのがあるんですよ。見て見て、これ血豆みたいなのが目の下についてるんです。これ見えますか、見えないか、見えんか、さすがに。これなんか朝起きたら目の下に血豆みたいな赤いほくろみたい、赤いほくろみたいなやつができたんです。わからん、わからんか。そう、赤いほくろができてて、朝起きたらで、何かなって言ったら、なんか血ぼくろ、血ぼくろじゃないとか言われて、なんだよ血ぼくろって、って血ぼくろってありますか本当に。ちょっとお母さん適当なこと言ってるような気がするんですよね。血ぼくろって存在するの、存在します、適当に。小袋、小袋面白い。血ぼくろって言うんだけど、初めて、多分嘘だよね、え、血ぼくろかなとかふざけてたよ母が。でも本当になんか血ぼくろみたいな、血豆みたいな感じなんですよ、ここ目の下。これ一生治らんかったらどうしよう、なんか恥ずかしいんだけど、目の下に 血がついてるなんて聞いたことない、私も聞いたことない。で、リュウさん、相方のリュウさんは私のこれ見て、あ、脂肪じゃないとか言い出して、脂肪？え？でもなんかふざけてるのか本気なのかわからんかった、相方のは。脂肪じゃんとか言われて、え、脂肪で、お母さんはお母さんで血ぼくろじゃんとか言って、え、血ぼくろ、脂肪みたいな。そう、そうだと思う、脂肪で赤いことあります、すごい嫌なのよ本当に。なんかでもさ、なんかほくろ一つ増えるだけでなんかさ、自分じゃないような感じがします。まあ、ほくろじゃないんだけど、これは怪我したのかな。でも私目の下、ま、涙袋を怪我するなんてさ、あり、なんか見覚えがない、身に覚えがない、そう、身に覚えがない、そう。だってさ、ここ怪我したらわかるじゃないですか、さすがに。自分でぶつけたとかさ、書いちゃったのかな、書いてこうなったのかな、
分からんけどここにほくろみたいな血豆ができちゃったっていう話です。ラメで切ったの？それ危険すぎん？危険すぎんかな、それラメ書いた説あるよね。あー確かに治るかな。まあ治ると思いますよ。だって血豆っていつか治るやろ。だっけ治るやろ。あ確かに寝てる時に開拓説あるね。確かに確かに、こうピーって言ったのかな。うわーそりゃアホやわ。いや痒くはないし痛くもない、うん、タカリンさんがいる。見ましたかビファーレンジュビロ戦。みんな見てないのかな。見たかな。見てないか。別に応援してない人は見てないか。もうみんなが見る見てるっていうなんかあれや基準普通見てないか。応援してる人しか見ないか。そうえ買ってたやろ。でもね途中でね引き分けちゃった最後。行って入れて入れられて入れて入れられた。そうマリノス見てました。っていいな私も行きたい。そう入れて入れられた。聞かないで聞かないで。そうジブル戦やったとよ。あよろしく。そうなのよピエンだよピエン。けど来年も応援しますよ。来年こそは、まあ来年こそはですよ。大丈夫。埼玉スタジアム行きたい。埼玉って遠いですか？埼玉スタジアムってさ東京から何分かかりますか？あ見に行こうフロンターレ。せっかく東京おるけんさいっぱい見に行きたいんですよね。でもさ私スタジアムの場所とか全然わからんけん。そうでもなんかあれですよね降格多いけんさ4チームだ4チームだよね多いけんさそれもすごい残留も泳ぎどこ泳ぐとどこ泳ぐとしか私泳げんし全く全く泳げん。え車で20分？いやいやいや家からかい。あ近くていいね。あこまちゃんと来年戦うってことか。戦うってことか。いや電車で行きますよもちろん。乗り切らんけどほぼ。あ海なし県？海ないんだ埼玉。あそういえばねあのマネージャーさんが埼玉に住んでるって言ってた。で面白かった。なんか埼玉で漁師してるとか言ってて、え海ないですよってメンバーから言われてた。そう思い出した。それであそうなんだ海ないんだって感じ。知らんかった私埼玉に海がないことは。ありそうとにね埼玉。偏見ありそうなのにないんだって。じゃあ海水浴とかも行けんとか。あ川の漁師かな埼玉食べる。ダサ。あ自分で言ってるやんだ埼玉とか。えなさそうかな。そうか長崎はね逆やね。確かに海ばっかで陸なさそうやろ。まあありますよちょびっとだけ。長崎にはありますよ。長崎帰りたい。長崎帰ろう一緒に。帰ろう。そうだよ陸ないぐらい海ばっかり。私のお家の近くがねもう海ばっかりだから余計海しかないように見えちゃう。そうだよ。そうまあ、確かに地図書くの大変だしさ。なんかさなんか地図の日かなんかでさイベントあったじゃないですか前。イベントっていうかなんかイベントあったじゃないですか。そうあん時のさ長崎の図形がもうへんてこりんすぎて私
やったもん、あれめっちゃ笑われたし、みんなに長崎なんか変じゃないみたいな形あ、大阪あたりで降ろしてください、一緒に行きますか、途中で降ろしていくみんなを、最後は長崎一人だけそう、持ちにくそう、え、持ちやすそうじゃない、だって縦長だよ、余裕、そう、地図のショール、そうなんだ、そんな名前やったとか知らんかった、そういえば皆さん、みんなに聞きたいのあった、あ、大阪に、だけ面白いとか、大阪の人は面白いですよね、でねねね、聞きたいことあったわ、みんなに、あの、思い出しました、アマゾンのブラックフライデーでしたっけ、ブラックフライデー知ってます、ブラックフライデーみたいなやつ、何だっけ、ブラックホワイデー合ってますかね、質問にもよりは教えてよ、そう、アマゾンのブラックホワイデー、あ、違うブラック フライデーあれなんて言いました、私ブラックホワイデーって言いました最初はブラックフライデー、え、私ちゃんと言えてました、ブラックフライデーですよ、ブラックフライデーじゃない、違うかなそうそう、多分ブラックなフライデーだから多分黒い金曜日です、黒い金曜日、そう、ブラックフライデーでみんな何買うんですかっていう質問、なんか尾上家すごく盛り上がってて、ブラックフライデーですごく盛り上がってて、もうめっちゃ荒れてるんですよ、グループラインが、私はこれを買います、これを買います、これを買います、これを買いますって、僕はこれですって言ってみんなね言ってたよ、あ、ブラックフライデー、そう、なんかさ、すごいね、ブラックじゃなくて、あのアマゾンユーザーなんです、尾上家みんな、そう、プレミアムフライデー、知らない、プライムデルフライデーは知りません、しかも私アマゾンのアカウント持ってないし、だけんかあんまり興味ないんだけど、なんかみんながわちゃわちゃ話してたから、あれ、これファンのみんなも買うためにウキウキしてるのかなとか思って、めっちゃね、あの尾上家ではあれを買おうとしてた、あのあれ、ヨギボ、ヨギボ半額なんだって、でもみんな買っちゃダメだよ、そう、なくなったら困るけん尾上家のヨギボーかゆくなるけんさ、みんなが買ったら、みんなが一気にいっぱい買ったらダメやけん、あ、なくならんか、そんなたくさん、そう、ヨギボー半額なんだって、そうそう、それでお母さんが買うって言ってました、なんか半額で送料込みでも定価よりは安いわとか言ってめっちゃ盛り上がってた、そう、やめてやめて、買い占めないで買い占めないでで買うって言ってました、お母さんが、そう、しかもすごいウキウキしてた、絶対にヨギボを買うぞって言って、そう、ダメダメになってしまうわ、どうしよう、いつの間に CM モデルこれあの一応入ってるだけだから、あんまりそんなに気にしなくていいです、そんな気にしなくて大丈夫です、せっかくだからと思って押しただけでもめっちゃいいイベントですよこれ、 CM のモデル CM 出演みたいな感じだった、わ、8位だ8位だそうそう、まあ全然多分1位はすごいあのあれだろうから全然いいんですけど、一応ね、そう、しかもこれなんか渋谷のあの渋谷のなんか渋谷のなんかあの何ですか、スクリーンに映るらしいよ、私最近ねよく渋谷行くんですよそうだっけんさ、渋谷のあれに出るのってめっちゃかっこいいなと思ってたところやったけん、あ、
どうせ何もないなら押したかと思って押しただけだけ、そんなあんまり気にしなくて大丈夫です。はい、そう、でもライトオンって私あんまりね、あんまり買ったことないけんさそうそう分からん。私都会に染まってきましたよ。もう実はまず渋谷まで一人で行けるし、渋谷の109にも一人で行けます、行けます、行けるし、あ、ハチ公前集合もできます、できました。そう、あとはな、え、なまってます、なまってませんよね、え、なまってますよね、なまってますよ多分。でもなんかそう、最近私すごい思うっちゃけど、もうね、私ね、自分のなまりがね全然生きてんな、なんか自分のなまってるかなまってないかって本当にわかる。ヨギボーイいた、ヨギボーイがいた、なんか自分がなまってるかなまってないか本当にわからん。そう、私最近自信満々になまってないと思ってたのに、なまってるって言われたんですよ。あ、もうこれはダメだと思って、もう私には自分で判断してもわからんと思って、え、ヨギボーもなまってた、ヨギボーでしょ、ねえ、ヨギボーやろ、ねえ、もう怒るよ、ヨギボーなまっとったら、ヨギボーなまっとったら怒るよ、なまってきてくれ、いや、なまっててくれって言われてもさ、違う、何、ヨギボーか、ヨギボーか、ヨギボーか、ヨギボーじゃない、ヨギボー、ヨギボーでしょ、ヨギボーって何ヨギボーって何、ヨギボー、ヨギボー、あ、久しぶり、ヨギボー、ヨギボー、ヨギボーか、違う、ヨギボー、ヨギボー、ヨギボーか、誰やん、誰やねん、ヨギボーってヨギボーって誰、ウリボーみたいな、そうそう、誰やねん、ヨギボーって、お、久しぶり、ヨギボーって感じやろ多分、違う、これ違う、ヨギ、ヨギボーか、違うか、ヨギ、ヨギボーでしょ、ヨギボー、ヨギボーか、ヨギボーだ、やっぱり、やっぱりそれ、お久しぶり、ヨギボーやでしょ違うな違う違う、ヨギボーだ、あ、でもヨギボーって聞いたことありますね、 CM とかで、あの二次優の方がやってましたよ、ヨギボーって言って、違うかな、ヨギボーかもういいわ、ヨギボー、ヨギボー、ヨギボーの、ヨギボーのヨギボーの、え、二次優、二次優さん、なまってます、二次優さんでしょ、二次優さん、違うよね、二次優さんですよ、二次優、どうします、私 AKB48 がなまっとったら、それはない、 AKB48 チーム8、長崎県代表の尾上瑞希でしたなまってなかった、なまってなかった、ヨギボーいた、ヨギボー、お水木さん、お久しぶりです、あ、お久しぶり、ヨギボー、ヨギボー、どういうこと、 AKB 二十、え、二十じゃないの、二十なの、二十なんだ、え、そうなんですか、二十だと思ってた、そうヨギボーがまた可愛くなりましたね、そうだね、ヨギボーとは、ヨギボーか、ヨギボーとはまあ3年ぶりですかね、二十なんですね、知らなかった、二十だと思った、二十ですって言ってない、二十です、あ、二十なんだ、すいませんいやすいません、平気で名前間違ってしまった、すいません二重丸の二重なんですね、やばいやばい、
ダメダメ、うといのはね、良くないとよ。そう、高校卒業以来、何組やった？ヨギボー何組やった？私4組だった4組やったよ。ヨギボー何組なん？今日これをさ、みんなでちょっと開封していきたいと思います。この謎の、このなんていう、宇宙船みたいな、悟空が乗ってきた宇宙船、なんていうっけ、なんて言いますっけ、あれ、ドド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 ドガーッつって悟空が出てきそうな感じするけど、なんですかね、これは。開けていきたいと思います。あ、2組でした。2組なの？え、じゃあどれ先生っけ。2組の先生忘れた、ごめんえ、2組の先生って本当に誰？全然わからんやば、記憶力なさすぎやん。お、どんどん開けていきますよ。このね、やばい、壊しそう。カニみたいなね、カニ、多分カニみたいな感じのですよ。で、これは何なんだろう、これは何ですかね。あ、森田先生、それ中学じゃない？中学の時森田先生とおった気する。破壊するに一票。2組の先生かわいそうだよね。思い出してきます、明日までに。カンニングしよう、みんなに聞こう。2組って先生誰やったっけ。え、なにこれ、カニじゃん、どう見たって。ズワイガニです、ズワイガニでした。じゃーん、カニ、気持ち悪いな。あ、取れた、カニ、カニ取れた。え、見て、カニ取れました。ごめんごめんなんか気持ち悪い足してる。うわー、ふう、ズワイガニが、見て見て、気持ち悪い、なんかカニみたいな。でも美味しそう、これがカニやったら食べたとにな。なにこれ、まさか恐竜、恐竜じゃない？え、これ何か、あ、カマキリだ！カマキリだって。え、カマキリ？やばい、対象年齢15歳以上、やばい、私あの満たしてないわ。ねえ、送ってくれた方、私満たしてないと、なんで送ってきたと？これ15歳以上って書いてある。カマキリ、カマキリ、うわ、むず、なにこれ、え、画質悪すぎて見えんって、やばいやばい、これめっちゃむずそうだよ。カマキリ、なんかあんまり可愛くないな、リアルすぎて。カマキリにしてはちょっと見せて見せて、ふん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 。1、カプセルからカマキリのパーツを取り出します何なの、カマキリのパーツを取り出します、だって面白すぎるやろ。実覚ありますよ。え、一緒にしようよ、このちょっと気持ちが悪いカマキリ。カマキリに羽ないけん、あ、あるか、あるわ、ありました。うわ、見て、足が4匹、4匹じゃない、4本。え、明日さ、私さ、髪染め行こっかな、髪。あ、やばい、突然、え、見えてないの、なんで。面白い、めっちゃ面白いんだけどさ、全然作り方わからんけん、なんか果てしない。見て見て、足が1匹に2本、1本2本、3本4本。足、ちょっと筋力調べてみるわ、この足の。あー、全然ダメ、筋肉ないわ、この足、私の方がある。ちょっとふくはらはぎは、あー、全然ダメ、細い、見て、こんなんでね、サッカーできるわけがないわ。このカマキリはちょっと筋トレから始めんといけない。いた、いた、見て見て、トゲある、トゲ、見て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 
手研ぎあるっちゃけど、このカマキリちょっと危ないですね。研ぎある、研ぎ刺さってる。おだいりさん見て見て、これもう面白い、面白いけど何これ、ちょっと何これ。だからさ、あの完成したさ、どう完成させれんよこれ、写真ないと。カマキリの足をコネクトパーツに通して乗せます。むずこれ組み立てれたのかな、組み立てれた人おるってみんな持ってるみたいな。誰が夜勤行くって、誰が夜勤、あ、ヨギボー翔太さんバイバイ、ヨギボーが、ヨギボーじゃない、夜勤頑張ってきて、頑張ってきてください。私はこのカマキリを完成させますから待っててください。何、目つぶっても、うわー、よく言いましたね、よく言いましたね。絶対ね、これもう無理やけんさ、なんかヘアアクセサリーにもしよっかな、ほらもうアクセサリーにしちゃおうかな、難しい作るの。できない200ペリカ、何ですか100ペリカって、動物？飽きてないけどさ、誰か一緒に作ろう、私には無理だって、これがどこにつけるか分からんもんな、これがどこにつくかだよな。待って、パーツ少ないね、おちゃんと送ってくれました全部、あ、ここにあった、ここにあった、うーわ気持ち悪い、気持ち悪い、見て見て、本体ありました、見て見て、本体本体本体があった、うえうえ気持ち悪い、じゃーん、見てほら本体、胴体か、見て見て胴体発見、見て胴体、うわー気持ち悪いよまず謝ろう見て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 、もっと気持ち悪いよ、おおびっくりしたリアルすぎてビビるって、もう怖い、びっくりした、リアルすぎやろこれ、見てよこんな、めっちゃリアルなさ触覚あるんだけど、見てこれリアルすぎない見てよほら見てこれ、カマキリの頭そう、え、ちょっとやばいって、これどうなって、ど、ちょっと、え、どんなするか全然わからん、私別に虫が嫌い、好きとか、なんかあの、あ、え、鳥肌立ったよ、びっくりした私もめっちゃリアルなんだけど、なんか虫が好き、あ、これ切っていいのかな、虫はね別に嫌いじゃないんですよ、嫌いじゃないけど別に好きでもない、好きでもないのよ、好きでもないからさ、あまりにもリアルすぎてちょっとビビりますよ、美味しそうなわけないよ、確かになんで緑じゃないんだろう、好きになってあげて、そう別に嫌いじゃないけどさ、あまりにもリアルすぎないかな、これこれ多分切っていいよね、そう香りはない、でも組み立てて飾りたいんだよね、せっかくくれたから、せっかくねくれたから組み立てたいんだけどさ、ちょっとさ、ちょっと気持ち悪いよこれ見てよ、もう見てほしい、これ私のはさ膝の上にさカマキリがさ、あんま
めちゃめちゃリアルなカマキリがさ、ねえねえ、めちゃめちゃリアルなカマキリがさ、もうめちゃめちゃ分解されてさ、わかりますか？めっちゃリアルでちょっとね気持ち悪い。おー、何これ本当に。ちょっと見てほしいんだけど、本当怖いんだって、怖いんだって。見てよ、足と顔とこれ胴体と、いや、いくらねおもちゃとはいえ結構リアルすぎて怖いんだけど、見て見て、羽と、そう、やばいってば。もうでも飾りたい。これ見たらさ、これ見るたびに多分思い出すよね、くれたファンの方のことを。この名前さ、ファンの方の名前にするわ、作って飾ったら。これ違う？ちょっと完成形教えて、誰か。あ、あったわ、ここに。これに、なるほど、こうか、違うな、なんかまだ部品あるやろ絶対。あったあった、これか。むずいマジで。プレゼント毎日見、そうよ、毎日 見ることになる。見たくなくてもさ、見えるとこに置いとこ。見たくなくても見えるとこに置くけんね。そう、これちょっと名付けますわ、あのくれた方。これあっとる、そもそも違う、違うかな。もうえちょっと、あ、わかった、わかった、あった、ここに、これだな、これだ。壊しそう、あー、できた。あ、怖いね、ほんとリアルすぎて、マジリアルなんだけど。違う、これなんか違う感じするっちゃけど、うーん、違うね、うーん、違うね、逆やわ、こうだな、こうだ、こうだ、こうだね、うん、なんでカマキリにしてわからんよ。いろんなカマキリがあるのかな、そう、わからんちゃけど、着てるはずだよ、これ、この主が、これ送ってくれた主。あれ、いないのかな今日、せっかく立ててるのに。ちょっと出てきて、出てきて、説明書読みましょう。確かにそうなのよ、説明書読まんとわからん。いや、そんなね、さすがにね、あれ、いないな、いないな今日。いや、いない、え、さっきいたはずなんだけど、名乗り出て、多分名乗り出てくれると思うけどな、うん、名乗り出てくれますよきっと、いたら。そう、あれ、あれ違う、そう、いや、いないっぽいですね、見た感じ、いなかった。ああ難しい、あの時間内にできそうにないよ、絶対できない。で、作ってさ、ストーリー出そっか。あ、分かった、これが足か、これが足だ、ねえ、硬い、めっちゃ硬いんだけど、誰か力、ちょっと硬い、めっちゃ、ん、カマキリの方、カマキリの人、ほら、いないっぽくない？いたらさ、いつもコメントガンガンくれるじゃん、今日いないっぽい、ねえ、おめぴっぴさ、これ
サポート来てよ。いやこれを送ったあれを聞かせてほしいね。これをこれのあの糸みたいな。あ、来た？来てないよね。これが好きなのかな、まさか。ちょっと硬い。これマジで飾るけんね。作ったらで名前を丸のりさんってつけよう。丸のりさんこれ見て結構上手くない？結構できてきてるよ。もうこの顔とさ触覚がさもうリアルすぎてさもう怖い。怖いんだけど、このもうダメよこんなリアルなものは。夜中は私がトイレ行くときに見てしまったらどうするさ。怖くて寝れなくなっちゃうでしょ。うわー、どんどん完成してきたわ。なんか部分で見るのもちょっとあれだけど、ちょ衝撃的だけど、これだけで見るのもちょっと怖いな。なんかさ、これ合ってる？めちゃめちゃリアルなんだけどさ。そう。ブーン。ペタ。ペタ。もうここに飾っとこう。頭。このカマキリの頭だけが別で。怖くない？このカマキリ本当。顔だけあるんだけど顔だけ最後つけれんわ。ちょっと顔つけれない。顔どうやってつけるの？なんか部品足りてない。あ、これかな、まさか部品足りてない。あ、ここにあった。何これ、足折れたけど。こいつか、これに顔つけるんだ。これどっちが前だ、こういうこと、こういうこと。気持ち悪いなこれ。人間みたい。ん、そう、15歳以上やけ、私多分使っちゃダメなんだよ。そう、どうやってつけるの？こうか。違うな、絶対。分かった、こうだこうだ。はい、完成完成。ちょっとよしのりさん読んで。あ、言っちゃった。よしのりさん読んできて。完成したけん、ちょっと仕事中かな。完成したけん、ちょっと一旦配信来てって言ってきて。誰か、できた、完成した。簡単や。なんか脆い、足が脆い、めっちゃ折れそう。完成した、じゃーん、完成しました。足折れた。完成した瞬間に足折れた。もうやめてくださいよ。はい、完成。カマキリなんか違う気がするな。なんか違う気がするんだけど、なんか違う気するけど合ってますか？
オスグッドみたい。出てるよ。トゲもあるし。これで完成なの。いかつすぎやろ。裏から見てよ、このリアルさ分かります？怖い。もうあなたここにいなさい。やめてやめてよ。なんかもういいや、このまま配信しよう。なんかなんかいい感じじゃない？イヤリングみたいな。痛い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 のよ。見てこのトゲがもうツンツン、めちゃ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 あの鋭角。合ってるかなこれ。ちゃんと飾りたいんだけど飾れなそうじゃん。これ飾れるの？じゃーんじゃーん、カマキリ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 、おみずき、おみおおみおみきり、カマおみおみきり。ねえ壊れちゃうんだけど、触れたらどうして立てるんですか？これどうやって立てるの？どうやって立てるんだ？これか。あ、カチューシャにしようと思ったけどあまりにもお水木のあの頭大きすぎて入らんかった。足が一本ない。あ、あったあったあった、台があるはずなんだけど。あ、また羽が落ちた。ね、あと何分あるんですか今日の配信時間。じゃーん、ツーショット。明日のサムネこれ使ってもらおう。明日のサムネはこちらです。見えないのか、見えてないのか。みんなに画質悪くて見えてないってよく言われるっすよね。あ、全部遊びたいんだけどさ、まだまだやばい。ずっと遊べる、もうずっと遊べそう。私これもらったもらったけん、あ、おまみさんのないだ、嬉しいな嬉しいな。ちゃっかり、画質はね12月前半です。12月前半来てないのかな。いや来てないっぽい。なんか視聴者のとこ見たけど名前なかった。もう一回見てみる。ツンツンしまーす。よーい、ツンツン、よーい、ツン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 、来るかな、ツンツン来るかな、ツンツン来る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 ぞ、準備してて。ツン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 、最近でもさよくみんな名前変えるからちょっとわからんってのはありますね。見落としてるかも。よくみんな名前変えるでしょ最近。流行りなのよ、トレンドなの、名前を変えるのが。ズン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 、夜勤中のヨギボー、ヨギボー、ヨギボー、うん、今の名前ってないね、ヨギボー。ツン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 、明日さ
か下さ、髪染めいかん、言っていい？髪がさちょっと黒くなってきちゃった。お腹空いてきたな、お腹空いてきたな。はっ、終了。今全部できる限りしましたよ。ツンツン、見ないで。じゃあ今から真剣にな、1分でこれを全部、あ、全部じゃない、一面だけ集めます。じゃあ、え、明太つけ麺食べてきましたっていいの？でこれ何色にしますか、言ってみて何色って。それを私が今から一面1分間でいくけん、1分間で合わせる。白、あ、白だけ赤でもいいけど、今私白にしたい。一面だけ。なんでそんなみんな厳しいと、お水木に。4面とかできるわけないやん、絶対できるわけない。1分で、じゃあ白でいいですか。私今白にしようと思っとったけん、よーいスタート。え、じゃあどうやってするんだっけな、どうやったっけな。ちょっと待ってね。あー、なるほど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 。でもお水木はですね、みんながね知らないと思うけどね、意外と頭は良かったですよ昔はね。ってことはよ、ってことはそういうことか。なるほどね。じゃあ来た、ほらもうほぼ白ほぼだ、ほぼじゃダメなの、ほぼじゃダメか。あ、白、もう一つ、もう一踏ん張りよ、もうちょっと。なんかな、これちょっと待って、眺めた方が早いわ、計算した方が多分。違う、待って、こう計算した方が早いねえ。なんで私さ、じゃインスタ見てきていい、インスタに保存してるけん攻略法たくさん。え、むず、一面するってこんなにむず、一面合わせるってこんなに大変なんだ。わかった、適当にごちゃごちゃってするんだ、これ適当にこうしてこうしてたまたま当たる日を待つんだ。ちょっと待ってね、これをこうして、これをこうして、これをこうして、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 壊してやる。無理か、ダメか、ちょっと待って、無理無理だ、誰か攻略法を教えて。はあ、むずい、めっちゃむずい、舐めとったわマジで。やば、めっちゃなんか本気になってきた。ちょっとみんな、一面ぐらいそろ一面揃えるのこんなに難しいなんて知らんかった。待って、ちょっと待って、もうこれは多分こういうことかな。調べたら出るやろ絶対、攻略法みたいな。3個までいくっちゃけどな、なん
でかな。むずすぎ、むずすぎる。もうやばい、1分経ちました。ふざけてないんだけど、ふざけてないんですよ。ちゃんと頑張ってるんだけど、一面すら揃えれない。やっぱアホだったか、水木はアホだったか。でもなんか講師取るだけでさ、かっこよくない？分かった、目つぶって講師たらできるんじゃない？ほら、考えてるようで考えてなさそう。あ、やっぱ黄色にします。今からほら黄色できそう。無理、なんか3つまで揃えれるんです。すごいすごい、見て、青も揃えれた、すごい。いけそう、全部全部いけそうかも。無理か。どうやってするの？ちょっと待って、これですらできんけんさ、私こっちできんくない？一生サムネ撮って、誰か明日の。はあ、いや諦めてないよ、全然全然諦めてない。だって私これを特技にしたいんだから、将来的には。何面揃えてるんだっけ、今白か。あ、やっぱ赤にしていいですか？やっぱ白にする。ってかこれ揃うことあります？いや、あるよね、さすがに。そういう遊びやもんね。うわ、めっちゃ頭使う、これすごい頭使いますよ、これは。見て見て、青、黄緑、あれ白どこ行った？白、白、青、黄緑までできるんだけど、できないもん。くー、悔しい、悔しいよ。くあー悔しい、できない。今日あとの、あと5分か。ちょっと待って、ちょっと待ってよ、ちょっと待って、ちょっと待って、悔しくて眠れない。今日はこれを完成させないと。やばい、これ配信終わってマジでちょっと配信に無口すぎて、もう放送事故なりそうやけん、やめる。これマジで悔しいけん、今日中に絶対一面は絶対にクリアします。絶対今日中に一面、あれ、あー違うか、今日中に一面は絶対クリアして、あの755なりストーリーなり載せますから、待っとって、みんな待ってて。そうやばい、あと4分だ。
やばい、これマジでハマりそう、どうしよう。こっちとかもめっちゃハマりそうなんだけど、私なんか何ですか、なんかあの一回ハマるとすごい、私ね、あのすっごいハマっちゃうんですよ、あのあれとか、何でしたっけ、あのラインバブルとか2年間ずっと毎日やってるんですけど、一旦ハマるとねめっちゃハマっちゃう。なんでそんなの気になってんのさそう、一旦ね休憩させて、でちょっとでもなんか攻略法見る前にまず一人で遊んでみる、これで。そう、自分で考えてやりたい、まずは。攻略法見るとなんか負けた気分になる。誰か知ってますこれのさ攻略法聞いてるやん、負けた気分になるやつがめっちゃ聞いてるやん。こうか、あー悔しい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 、もう、お無理か無理か、わかったぞ、こうすればいいんだ。わかった、あ無理やんそれ、わかったぞ、わかったわかった、はい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 、わかりました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 、分かっちゃった、ごめんなさい。え？いや分かった、マジごめん、ほんと今さらやけど、みんなごめん、分かりました、私攻略法をなんと自分で解決しました、解決しました。あーやべえ、分かってしまった、あれなんか違う、うん、ちょっと違う、あーやばい、これちょっともうちょっと頑張る。あブリンダさんまたね、あやばい、あーやばい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 、1位富士さん、ジョニーさん、笑顔ニコニコさん、チョコミントさん、ショートさん、サッチャンさん、おのちさん、よっインテリアクザさん、餃子のポテさん、トトロさん、ブリントさん、ポミさん、ありがとうございます。今夜ごめんな、大丈夫大丈夫ですか、え来てくれたかなみんな、ね、やばいやばいやばい、見て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 、じゃーん、イエーイ、すごくない、すごくないですか、これ配信終わった瞬間に3回ぐらいひねってできた、すごくないですかね、やっぱりね、さすがにさ、あのさ、これさ、なんかさ、今できたって言っても嘘だって言われそうやけ、今すぐこれ配信してみんなに見せたかった、できました、やったー、できたー、やったー、嬉しい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 、本当に配信切った瞬間にできました、えマジで感動したんだけど、どうしよう、もうそれだけ、バイバイみんな、もう一回ランキング読みたいけどわからんとか、ありがとうございました、さっきはすいませんね、突然切れちゃってじゃあみんなおやすみなさい。ねえ赤だけよ、赤だけでもすごい感動した、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、楽しい、めっちゃめっちゃ楽しい、これやばい、マジでハマりそう、マジでハマりそう、待って、これまさかできる気がしてきたな、私やばい、バイバイみんな、バイバイ、そうラインバブル引退してなんだっけ、ルービックキューブに、ルービックキューブ頑張ります、あ赤はもうちょっとどっか行っちゃったけど、次は
何色にしよっかな。なんか1面ずつするより全部いった方がいいのかな、分からんけど、ちょっと今からやってみます。1時間ぐらいかかりそう、これ遊ぶのに。バイバイみんな失礼します。おみずきでした。次はすいませんね、突然配信しちゃってバイバーイ。